はい、みなさん、こんにちは。リ 社長です今回はですね、まあ、本日でですね、あの、ファスティング、まあ、4日目となりまして、もうね、今、視界がめちゃめちゃこう、クリアでさえ渡ってるようなね、あの状態になっております。もう完全にですね、シュガーバーニングモードからファットバーニングモードというね、まあ、状態になったようで、かなりですね、エぐいぐらい、こう、体脂肪がですね、もう燃焼されまくってるなと、自分でもわかるぐらいの状態ですね。まあ、俗に言うね、ケトジェニックのまあ状態ですね。ただですね、あの、僕結構、あの、料理とかするのが、まあ、好き なんですけれども、まあ、急にですねこうめっちゃ料理したいというようなですね欲求だったりとかあとはまあ何でか分かんないんですけどこう昔ですねこうバンドやっていた時にもう週などんくらいですか収、ね、録とかでね、えー、通っていたですねあのラーメンがですねめちゃめちゃこう無所にね尋常じゃないぐらいこう食いたくなってきてですねもう現在はですねその欲望と自分とですね戦っているような状態になっております何やかんやですね精神的にこう鍛えられたりもするので皆さんもですね ぜひ、機会ありましたらやってみてください。というわけでですね、今回の本題に入っていきたいと思うんですけれども、やはり今はですね、話題というか、注目されているのは CPAC じゃないかなと思いますね。個人的にはこれ CPAC って呼んでるんですけれども、読みやすいんで。で、2月のね、28日、もう約1週間を切ってますね。保守主義活動家集会、CPAC っていうものがですね、開催されるというね、予告、告知があったと思うんですが、 見られた方とかもいらっしゃるかもしれませんが、ジェイソン・ミラーさんがですね、ツイッターでこの CPAC にですね、辞任以来、初めてそのタイガー大統領というか、タイガーさんがですね、公の場で話をすると、お話をされるというツイートをしていたことがですね、結構ですね、これが話題になっているんじゃないかなと思いますね。このイベントにはですね、保守系のあらゆる団体というか、そういったところがですね、参加して、長らくですね、続く伝統ある行事で、結構4年 40年ぐらい続い続てるっていうふうにですね、まあ、一応見ましたね。で、2万人今日が、2万人以上がですね、こう集結すると。まあ、なかなかですね、そんな集まるんかいっていうぐらいですね。まあ、もともとですね、一応存在はしてたんですけど、そんな集まるんかと改めて調べて分かりましたね。まあ、今日からね、まあ、約1週間後のまあ月末なんで、こう、どんなですね、こう、お話というか、そういったことをされるのかがちょっとね、楽しみというか、まあ、見物だなというような状態ですよね。ただ、一応ね、まあ、どんなことをね、お話しされるかというところでですね、まあ、楽しみとは言ったんですけど、 けれども一応、内容的にはですね、まあなんかちょっと漏れてるというか、共和党の,その将来とその保守主義についてと、あとは JB のです、ねまあ、移民政策についてこう、内容としてはお話しされるというふうな話みたいで、まあ、JB はですね、結構今ね、いろいろやらかしまくっている状態だと思うんで、まあ、それだけでは終わんないような気もするんですけどね、でここを機にですね、まあ、タイガー大統領がこう本格始動というか、まあ、今まではですね、ちょっとゴルフ三昧いというかえ、そういった形でね、楽しまれてたと思うんですけど、 まあここからちょっとお仕事再開というような形になってくるのかどうなのかというところでありますけどね、まあ、弾劾裁判がです、ね、こう無罪判決となってからはタイガー陣営というか、まあ、そのタイガー大統領の支持者の方とかも,です、ね、もう活気づいているような、まあ、感じで、まあ、いい後押しとなっているのかなと思うようなところであるんですけれども、まあ、相変わらずです、ね、その大手主要マスコミだったりとかあとはまあ左翼サイドです、ね、はい未だに、ね、こうタイガー批判をまあ怠らずやっているというか、えー、そんな 状態になっているようで、まあ、やはりですね、このタイガー大統領のまあ存在が、ですねこういかにこう脅威であるのかが、この左翼のですね、まあ、こう行動でまあ見て取れるんじゃないかなと思いますね。 まあ今完全にね、JB はもう完全にこうマリオネットの状態ですし、えー、タイガー大統領がですね、こう行ってきたような、まあそういったまあ政策ですね、そういったものも排除するのにね、まあ、必死こいてるような感じだと思うんですけれども、まあいつまでですね、その息が続くだろうかというような状況ではありますよね。で、一方でね、 まあ、JB がこう、去った後は、ロケット鉛筆式でですね、まあ、マハリがズドンとこう、上がってくるような感じになると思うんですが、まマハリっていうとですね、まあ、ちょっとバダハリっぽいっすよね。まあ、ハリが、その、まあ、大統領の座にですね、こう、プッシュされて、こう、上がってくるような状況というか、そういった形になると思うんですけれども、まあ、これももうね、まあ、ご存知の方いるかもしれませんが、あの、地元、あの、ハリがですね、その地元に、こう、凱旋した際にですね、まあ、ハリって、その JB と一緒で、まあ、8000万票以上、まあ、獲得した、まあ、福 大統領とというふうにです、ねまあ、言われれてると思うんですけれども皆さん8000万票、ね、獲得した人が地元に帰ったとしたらすげえことになると思うないですか。めっちゃすごいこう歓声だったりとかね、そういう、まあ、人数がですね、まあ、出迎えてくれるようになるんじゃないかなと思うんですけれども、えー、今回、なんとですね、その地元に凱旋、まあ、しに行った際にですね、えー、来てくれた観客というか、歓迎してくれた方はですね、なんと2人、2人の大群衆にです、ね、歓迎されたというところで、まあ、アメリカはですね、よほど日本 本以上に外出自粛のです、ね、まあこう意識が高いというか、えー、そういった状態になっているのかなと思いますね。まあもはやねここまで来ると結構ギャグですよね。 もうこれね、僕、自分、もしこれがね、自分だったら、あの、完全に心折れてますけどね、さすがね、こう、8000万美を獲得できるような人はですね、そんな状況でも、こう、くじけない、こう、不屈の心を備えているんだな、というふうにですね、改めて思った次第であります。ただですね、こんなね、まあ、人というか、その、かまハ、あ、りとかね、そういった人たちのことについてね、まあ、僕だったりとか、その、まあ、日本にね、いるような方とか、まあ、僕らとかでも、簡単にですね、そういった SNS だったりとかね、そういったニュー ニュースサイトとか、えー、そういったところからまあ、情報をですね。まあ、知ることができるような状態の中で、まあ、アメリカ人のね。方々が知らないわけがないと思うんですよね。ただ、その現地がね。実際どういう認識になってるのかはまあ、正直にやっぱあのなで出てくる情報しか見れないっていうところでですね。まあ、どっちが多いのかわかんないところであるんですが、ただいろんなね。世論調査だったりとか。まあそういったところがまあ出している結果、えー、を見るとですね。ほとんどの方がまあ、今回の選挙でまあった。その不正だったりとか。 JB にですね、まあ、その国を統括するような、えー、そういった能力がないといったような認識が、大半をですね、占めていると、まあ、言われていると思うんですが、まあ、実際のところはね、結構気になるところでありますよね。まあ、ただね、ちょっとね、脱線はしたんですけれども、まあ、今回のですね、まあ、その CPAC で、あのですね、例の裏切り者疑惑なのか、それとも完全にその裏切り者認定されたのか、まあ、定かではないような、えー、あのペンヌ副大統領がですね、まあ、この今年のですね、そのタイガー大統領がまあ演説 するというふうなまあ発表があったと思うんですが、その CPAC にですね、まあ、毎年のようにこう招待を受けてたわけなんですけれども、なぜか今年のその CPAC の招待はですね、なぜか蹴ると、えー、断ったというようなニュースもありまして、やはりですね、まあ、彼はこう完全な裏切り者認定なんでしょうかね。 一応ですね、このペンヌさんは去年のこのイベントにはですね、参加していたようなので、まあ、CPAC はね、まあ、保守系のですね、活動家の方がこう集まるようなイベントですからね、まあ、やはりこう、DS サイドの方にですね、まあ、いるということになるんですかね。このペンヌ副大統領はですね、あの、悪名高いというか、もはやもうそれをね、超越してしまっている、あの、例のですね、エプト。 の方にもですね、言っていたことがます、あ、でにリークされている上に、あの少女にですね、まあ、こう夫婦揃って、まあ、虐待的なですね、ことがまあ行われていたと、まあ、やっていたということもですね、リークされていると思うんですが、まあ、タイガー支持者のね中でも結構この方に関しては賛否両論あるところですよね。実はこっち側みたいな、実はそのタイガー側だみたいなね、話もあったりとかすると思うんですが、ただその結構ね、そのタイガー大統領とのその間に確実があったとも言われていて、まあ 詳しい内容というか話は分かんないんですけれども、まあとにかくですね、この状況で、まあこの動きをまあ本人が取ってるっていうところで、まあ何かあるんだろうなという感じではありますよね。まあちょっとね、現在のその情報とかをいろいろ追っていくと、まあ結構ですね、民主党サイドだったりとかですね、まあこう寝返った共和党サイドとかも、ろくなこと一つもね、まあしてないし、まあ国民がんむしの状態でね、こう弾劾裁判とかそういったものを開いてたような感じですから、 ま、このね2、2月の28日に行われる、この CPAC で、タイガー大統領だったりとか、あとは、ポンペオさんとかもですね、まあ、スピーチされるようなんで、まあ、そこでですね、結構話されることに期待がね、集まりそうなところであるんじゃないかなと思いますね。今実際ね、その、この前もお話ししましたが、えー、なんていうんですかね、インスリンのね、価格とかも JB になってからもう何倍にもなってたりとかするっていうところだったりとか、かなりですね、ストレスを感じられているような、まあ、失業とかもね、かなり増えてるっていうところで、まあ、そういった国民の方も多いんじゃないかな、 というところで,です、ね、まあ、このタイガー大統領とかにです、ねまあ、かなりこう期待は集まるような形になるんじゃないかなと思っています。 まあもはやですね、まあ、タイガー大統領とその陣営のですね、まあ、支持者の方とかからすれば期待しかないようなね、そんな状況かなと思います。まあ、今までのですね、タイガー大統領のその以前からのこう行動とかそういったものを見ていても、ほとんどね、こう口にしたことはまあまあ実行するようなスタイルというか、えー、有限実行力のですね、まあ、すごい方というかですね、まあ、そんなところなので、まあ、遅れたとて遅かれ早かれその約束というかですね、今までこうお話ししてきたようなことが、えー、実 実行されることは間違いないんじゃないかなと。とまあ、間違いないとまでは言えず、ともそういったところに関してはですね。かなり信頼ができるかなと。僕自身はですね。考えております。まあね、もともとね。ビジネスマンですからね。信用信頼がですね。最もこう重要なものとしてまあ、生きてですね。それをまあ実行していかなければ平均値以上のですね。まあ、富をこう気くことはできませんからね。まあ、同時にですね。まアンチも増えるんですけどもまあ、というところでですね。まあ、今回は久々にですね。タイガー大統領がまあ公の場でですね。 こうまあ、登場というか、スピーチというか、演説をですね、するとの、まあ、ことでしたので、まあ、そちらのですね、まあ、周知と、あとはですね、カマハリと JB のですね、まあ、ディスりをお話しさせていただきました。まあ、皆さんからもですね、何か、まあ、情報などありましたら、えー、ぜひですね、コメント欄などうまく使ってですね、えー、皆さんでですね、情報シェアなどしていただけたらと思います。 で、今ですね、この4つ目がですね、まあ、検閲が厳しいというところで、ツイッターと、あとはパーラーあとはですね、オフィシャルラインとセカンドチャンネルと、あとは自由チャンネル。まあ、このですね、5つの URL を概要欄の方に貼り付けておきますので、そちらの方からフォローと追加、チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。で、今ですね、その自由チャンネルとそのセカンドチャンネルの方がですね、なぜかこう URL から飛べないという謎の事態が起きているようでですね、まあ、ちょっとお手数かもしれないんですけれども、 そのまんまですね、検索していただければ、あの、出てくるかなと思いますので、えー、もしですね、よかったらそちらの方やってみてください。もしくは僕のツイッターの方にですね、飛んでいただければ、固定ツイートの方にですね、まあそちらの方載せておきますので、そちらから飛べるかと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけでですね、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは皆さん、バイバイ。